てますと、何をやっていいのかわからないという相談を受けることが結構あるんですね。これには大きく分けると2つの原因があるように思います。1つは何かをやるプレッシャーを自分にかけすぎて疲れてしまっているという場合。で、もう1つはやりたいこと、やる必要があることを感じていることがたくさんありすぎて混乱しているという場合ですね。 それぞれ対処法が違います。もし何かをやるべきというプレッシャーをかけすぎている、これは要は自分に厳しすぎるというテーマで、実は根拠がなかったりするんですけども、そういったことを話し合いながら吟味してやるべきって思うことはなかったんだというふうに気づいてくると、すごく楽になってきて疲れも取れてくる。そうすることで何をやったらいいのかわからないという悩みが解消するということですね。で2つ目の 多くありすぎて混乱する場合には、これはまず思いつくところから紙に書き出していってもらったりしますよね。そうすると、だん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 整理をされていって、何から手をつけていったらいいのか、どれが重要なのか、どれが緊急なのかということが分かってきて、それらを組み立てて順々にやっていくっていうふうにこう整理がついてくるということですね。そのことで何をやったらいいのか分からないということが、最初にこれをやって、 2番目にこれをやってっていうふうにこう変わっていくことで解消していく。こういった解決の仕方もあると思います。で3つ目には、これら2つの原因が混ざり合っているということももちろんありますので、その場合には、それぞれの対処法を必要に応じて使い分けてやっていくという形で、このストレスというものを解消して解決の方に向かっていくようにサポートをしていきます。